はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイアーエンブレム、イフ、白夜王国編、では13章ですね、進んでいきたいと思います。まあ、ここら辺はいいでしょう、やることはないので。まあ、一回一回、遭遇戦はね、やってるんで、1レベルくらい誰かが上がってたりするんですけど、第13章、魂は屈せず、ガロン王を拘束する策は失敗。アンヤ軍を率いるマークスを振り切り脱出に成功した一行はなんとかシュバリエへとたどり着く。だがその前にも試練が待っていた。13章、これ何章まであるんだ。スパフォーみたいに60章まであるとかなりきついな。シュバリエ公国、ここは普通の街並みだな。着いたわ。ここがシュバリエ公国よ。兄様、早くお会いしたいです。はあ、無事でいるとは思うけどやっぱり顔を見るまでは安心できないね。ああ、早く兄弟6人揃ってアンヤ王国に立ち向かいたいとこだ。うん、僕たちでこの戦争を終わらせよう。龍馬兄さん待っていてね。ん、どうしたの。いや、城壁の前に人影が見えてな。もしや追ってか。まさか、またマークス兄さんが。いや違う、あれは誰だ。物々しい歩き方をしている。おわ、メンヘラ女っぽい。こいつをぶっ倒すことか。私に会いに来てくれたのね。完全にメンヘラ女だな。早々に殺した方が良さそうだ。かわいい。だが一人で太刀打ちできると思うなよ。ミカミックス、会いたかったわ。マークスお兄様が教えてくださったの。あなたたちがシュバリエ公国に向かっていると。だから一目会いたくて。私やめろ。弟から離れろ。姉さん、ミカミックス、この方はあなたの新しいお姉様だったわね。そうだよ。そう、よかったわね、ミカミックス。新しい兄弟ができてお友達もたくさんできたみたいで。私ね、ずっと思っていたのよ。ミカミックスがいつかお城から出られたらたくさんお友達ができますようにって。外の世界でみんなに愛されて幸せに過ごしてほしいって。だからそれが叶ったみたいで嬉しいわ。もう独占欲があるかと思ったらそうでもないな。でもその姿は、わあ、私の弟として見せてほしかった。そうなるか。やはり兄様。兄さん。貴様、何をする。はあ、羨ましいわ。あなたたち、ミカミックスを兄と呼べるあなたが、ミカミックスを弟と呼べるあなたが。だってもう私たち兄弟にはそれがかなわない。ずっと一緒だったのに、あなたたちよりミカミックスのことを知っているのに。殺してあげるわ。みんな殺してあげる。今ここで。それはこっちのセリフだ。一人で叶うと思うなよ。あれ、なんか本当に普通に戦闘になったな。ガンズ、そろそろですか、カミラ様。え、待たせてしまったわね。まさか。ガンズ、それにこの兵士たちは一体。ごめんなさい。私はあなたに会いに来たわけじゃない。あなたと戦いに来たの。ここを通すわけにはいかない。白夜の王子を元には行かせないわ。ガンズと私の可愛い部下たちがお相手してあげる。やるしかないようだな。お、愛しているわ、ミカミックス。さあここまで来て、私の元に来て。あの頃いつもそうしていたように。そうしたら今度は愛する一人の男性としてこの刃で貫いて優しく受け止めてあげるから。カミラ姉さん、メンヘラ女などには負けん。とりあえずちょっとまた編成はな。12人、さくら、アクア、コウギリ、オロチ、ひなた、たくみ、つばき、フェリシアがな、あんま役に立ってないんだけどな。一応回復ができるから入れてはおこう。モズメはまだちょっと早いかな。オボロサイラス、
鍵があるかもしれない。ちょ、これは見よう、マップを配置で見よう。宝箱とか敵すんげえいっぱい固まってんな。宝箱があればサイズを出す。なさそうだからちょっとサイズを見送るか。なんでと火の顔出すか。あと一人か、どうしようかな。リンカを出すか。9レベルかよ、マジで遅れてんな。そうするとモズメの方が良さそうだ。 OK、 これでいこう。セーブ、戦闘開始。この龍脈は何？え、何これ、村。え、なんだ意味が分からん。範囲内の全員のヒットポイント1にする。すげえ、早速使わせてもらおう。なんか敵も使ってきそうだしな。龍脈せんやー。99、異常なんだけど。これフェリシアで倒そう。ほい、4 やりました。お、力が上がった。おー、めっちゃ上がった。さすがだ、金も手に入れたし。モズメ、ちょ、ここ行ってみよう。訪問、こんにちは。あんたたち白夜軍だね。いやいや、隠さなくたっていいさ。私たちは横暴な暗夜が嫌いだからね。敵の敵は味方ってわけさ。役に立つかどうかわかんないけど、これ持ってきな。やった、すっげえもん手に入れたな。ガチャンあのおばあさん何なんだ、どっからそんなもん調達してきたんだ。タックル訪問。このシュバリエはかつてアンヤ軍に敗れ、今ではその支配下にあります。しかしながら志ある者、若者たちはレジスタンスとして抵抗しております。もし彼らに会うことができれば、どうか力を貸していただきたい。その見返りといっては何ですが、これをどうぞ。よっと街すげえ。あとはといいよ、二次クラスチェンジ。はあはあはあ、まあクラスチェンジをしろと。こいつを倒せるかな。まあ倒せはしないな。うちのスーパーエースコウギリ、はは超強い。コウギリのね、弓を鍛えたんすよ。おお、さすがだ、素敵な断末魔。で天魔同士でくっつけていくか。おお、こっちに派遣しよう。オロチもこっちで、サイラスとかはこっち。匠をしとくか。技が突出してんなこいつ。来た、精一杯やりましょう。甘い、よしよしよし。この敵とかも訪問するのかな。すんげえいっぱいいる。まずはこいつを倒す。匠の攻撃でお前をほふる。さあ行くわよ。無駄無駄無駄、僕だって強いんだ。あとはサイラスでダブル攻撃すれば。何、倒せないか。こいつを投入するから、そうすると待って結局一撃で倒せんなこの民家には行かせん。せいやー、おー、かっこいい。まあいいや、一応攻撃をしとこう。じゃあ行こうか。天魔武者の攻撃力が弱すぎるんだ、1しか当たらないんだ。マジですかい。ちょっと斎藤かけて仕留めるか。じゃあここは鋼の剣の方が良さそうだな。そうすると行きなさい、切り捨てる。
悪く思わないでくれ。防衛をつけるか。で自分はどっちに行こう。こっちに行くか。日向、日向をちょっと前衛に出すか。でオロチをつけて、おぼろは訪問しよう。あ、こんちゃーす。反乱系に最近新しい殿方が加わったんですって。その殿方はとっても強くて、その上かっこいいんだとか。お願いです、そのお方にこの贈り物を渡してくださいませんか。魔よけ、いや渡さん、俺たちで使わせていただく。フェリシー、あとちょっと減ってんかな。サイナスが若干減ってるか。やばい、うわめっちゃ高い。斧兵が攻撃力高いな。援護するね。痛い、めっちゃ狙われてる。大丈夫だよ。大丈夫ではない。あ、肛門のところにいるけど特に大丈夫そうだな。敵に奪われるとかそういうのはなさそうだから。ん？ OK、 たくさまに叶うと思うな。恨まないでよ。イエーイ、レベル17かよ、うん、やっばいなこいつ。倒せるな。火の粉マイル、ほいほい。せっかちなかった。 OK、 しかも自力で回復できるという凄まじいな。タックミーをちょっと復活させて、ちょっとまた何タックミーがいけない。天満武者なマジ弱えな。機動力ダメだなこれ。ちょっと違う、杖大きく回復させないとオロチがまずい。よし、モズメちゃん出番よ。倒せるっしょ。片付けちまおうぜ。おりゃー、いい塩梅やな。レベルアップ。3個しか上がらなかったか。とりあえず自分を出して、ひなたとおぼろで、おろちはここ。これでいくか。ダメだ、弓にしてるから反撃ができない。頑張ってね。やっぱ9か、結構食らわなくて痛い。おお、ミスター危ねえ。手助けするよ。こいつらもレベルを上げていかないとな。8、火の火で倒せるよな。よし、いける。俺を信じて。ほい、ほいっと。もっと強くならねば。そうだな、お前は弱すぎる。で匠で倒せる。お相手いたします。よし、匠もこのペガサスみたいなやつに乗りてえな。こいつを復活させるか。で、ひのかちゃんに訪問してもらおう。こんにちは。シュバリエの反乱兵を率いているのはクリムゾンっていう女騎士でさ、あの強大なアンヤ軍を敵に回して俺たちのために戦ってくれてるんだ。俺は何もできないけど、せめて応援したいんだ。こいつを持ってってくれ。そして反乱兵に力を貸してやってほしい。うおー、マジか、あいつ超金持ちだな。
減ってきたからコウギリさんを回復と。右下のやつを誰で倒すかな。とりあえずオロチで攻撃できるけど届かないな。ひなたでここを訪問して、もしかして白夜の人たち暗夜軍をやっつけに来てくれたんでしょ。じゃあこれあげるね、頑張って、僕応援してるから。おお、なんていいやつらなんだ。わしは若い頃白夜王国へ旅をしたことがありましてな、白夜の人々には本当に親切にしていただきました。このなんだこりゃ、なんとか串もその時いただいたものです。これも何かの縁でしょうな。秋祭りで反撃は食らわないよな。あ、倒せる一発で。大丈夫だよ。あ、そうかそうかそうか、援護攻撃が入るからか。セーバー、よし、レベルアップまあいいか、魔力が上がったから長所が伸びてくれる分にはまだいいかな。ちょっとここが少し出遅れかけてる。ちょっと左からも来るなこれ。とりあえずここで、え、攻撃してくるのか、マジかよ。じゃあ一旦こいつでぶっ倒す。お、竜突。まあ出なくても倒せたけどね。38だって。おお、めっちゃこのマップで金入ったな。こいつなんだ、ガンズか。44バーサーカーってなんだよ、バーサーカーって。フェリシアで、弓系かよ。ってことはひなたで倒す。あれでね、7はね当たんないと思うんだよね。当たる、いや当たんないわ、反撃食らうよ。おお、食らわなかった、危ない危ない。ありがとうございます。あのバーサーカーをなんとかして、ガンズのところはいけんじゃねえかよ。やばいな、なんか次のターン動いてきそう、あいつ。これはここか、どうしようかな。こいつだよ、うわーい、すっげえな、めっちゃ機動力が半端ない。そう、縄文のあれがすげえ。こいつ動かさないと危険だな、倒せないよ。とりあえずこのターンを終了するか。来た、やっぱり来たよ。お前たちの首、今度こそガラン王様に献上してくれるわ。サポートします。回したぜ。ミスった。仕方ない、こいつは自力で倒すか。この龍脈が使えないとなった以上、遠距離から攻撃すればいいね。魔法に弱いってか、頭は悪そうだからな。お前は俺が引導を渡してくれる。おりゃ、さらばだハゲ男。くっ、一度ならず二度までも。所詮お前はそこまでの男だったということだ。どうやって進んでいくか。匠を中心にここら辺までちょっと出張ろう。で天巻しよう。そしあれない、あ、いけなかった、一歩足んなかった。サイドをかけよう、サイドを。このフォーメーションでどうだ。自分たちはちょっとだけ進もう。
よし、これで。うおー、なんだ、使ってくるのか。いって、まずい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 、超やばい。向こうも使ってくるのかよ。ふざけんなよ。タズミがやられる。いやー、あいつら攻め込んでこなくてよかったー。ちょっと待て、ちょっと待て、撤退する、撤退。これは厳しい。一応和のなんとかで2回復できるからな。で、ちょっとこいつもう一回再動かけてガンガン回復していかないと。おお、マジはめられた。タックミー、タックミー。やばい、回復量が少ないぞ。もぐめ、敵ここだから攻撃倒せる。はい、いやー、超やられたよ。ってことはこいつをなんとかしてここにおびき寄せたいな。ってことは下からちょっと、横から行って回復回復。いやー厳しいよ、死んじゃうよ。回復回復。15レベルになって多分なんか覚えるんだよね。ほら、幻。コウギリさん回復で、こいつで復活させて、夏祭りで匠 OK。 いやー厳しかったな、本当にマジやばかったよ。でこいつはすぐ流突じゃなくて流脈を使えるところにいて、ちょっとずつ攻めていくか。もう使ってこないよね、さすがに。いやー焦った。あ、死亡者が出なかっただけ良かったとするか。なんでこっちに来るんだ。姉さん、兵を引いてくれ。僕は姉さんと戦いたくない。仕方ないことね。私だって愛するあなたと戦いたくなんかないわ。でもそうすることを選んだのはミカミックス、あなたなのよ。さあ早く私の胸に飛び込んでらっしゃい。いや、飛んでたら飛び込めないよ。はい、うわっ、つらい。2回攻撃じゃなくてよかった。とりあえずあいつぶっ殺すか。回復させないと。フェリシアで回復をさせて、こいつの夏祭りもだいぶ減ってきたな。強力な攻撃を持つやつがいないからな。オーチをここに置いて、よし、反撃不能だ。そう、助かる。羨ましいわ、あなたが。ミカミックスのそばにいられるあなたが羨ましいだろう。おりゃー、ノーダメージ。あれ、うん、なんだ、反撃したけどゼロだ。なんでだ。こいつ実は弱い。でもまだな、26あるしな。モズちゃんでいけるか。オーロでいった方が、いや無理だ。行くしかない。死亡するかもしれんがしょうがない。1近い。おお、ナイスだ。C に上がった。そしてだいぶ経験値稼いでくれてんな。よし、相性がいいな。
79%。 やっぱな、なんかちょっと外れる予感がしてたんだよな。日向はちょっと攻撃できねえから行くしかない。倒せる。この俺が引導を渡してくれる。愛する者に殺されるのなら本望だろう。徹底的にやるな。どうして私では勝てないの。おお、経験値すげえ。興奮1。あまり強くなれなかったみたいだね。やっぱそういうのあんのか。上がり幅。結局何も言わないで死んでったんだけど。こいつらも。マーシラ。特に無言。あんまり前に出すぎるとな。やられるんだよな。ま、倒せるうちに倒そっか。もうボスは倒したし。怖いものはいない。こいつも弓使いたいよ、早く。弱いんだけど。ソシアルナイト。あれ、もう一歩いけるか。あー、無理だった。ちょっと回復させるか。1。あとは右と左に分けて。ほら、おいおいっと。基本の力が弱いよな。どういう動きをしてきたんだかちょっと分かんねえな。まずこいつを倒そう。もちろんこいつで倒す。 62% か。どうしよう。匠を投入するかな。ちょっと待って、火の火か。こいつで上を倒して、せやー。ほら、安らかに。これは攻撃力かなり重要だな。匠をちょっとここに置きたいな。そうするとだからこいつで、ダメだ。攻撃するか。いけるな。よし。あったあったあった。うわうわ、マジかマジかマジか。あぶねえあぶねえ。いや、骨ありすぎだよ。死にそうだろお前。ようやくレベル11か。よし。やっぱりちょっと弱いやつは置いてかれるな。で、匠でこいつを攻撃する。あ、マジ強いわ。77%。 何ジロジロ見てんのよ。可愛いからって舐めてかかんないでよね。そういうこと。よし、もう本当はあんたなんかより私の方が強いんだから。全然経験値がたまらん。居合刀を手に入れた。オッケーオッケー。そうすると一旦ここで回復をさせてレベルアップ。うわ、もう18だこいつ。なんだかんだで。サイラスをちょっとどけて、でこいつで復活させて、で回復しよう。春祭りと夏祭りだと夏祭りの方が回復できるかな。よしよし、持ち直したぞ。でこいつ多分射程2のところに行けば攻撃できないから。白夜の手の者は皆殺し。それが神羅様のご命令。いや、もうその神羅どっか行っちゃったよ。死んだのか生きてんだかちょっと分かんないけど。で、そうだな、ここはモズメちゃんで倒そう。落ち着くのじゃ。はい、了解しました。OK。任務は失敗、撤退する。あー、意外に経験値入んなかったな。もっと入ると思ったんだけどな。そういうものか。
ギリシア、意外にレベルは高い。15か。あと誰？あ、あの天魔武者か。頑張れよ。OK。うまくいったね。ガチャコンガチャコンと。で、意外にね、日向がね遅れてるんだよ。27はさすがに当たんないよな。無理だ。こいつで機体減らすか。役立つわこの呪い師オロチで、これで倒す。面白そうじゃん。せいや、俺の勝ち。よし、レベルアップした。よし、力も上がった。めっちゃ上がった、めっちゃ上がった。で、あとはこいつを誰で倒すかだよな。ソシアルナイトで1回減らすか。普通に倒せるし。ダメだ。火の花のレベルと夏椿のレベル両方低いからな。いやー、しかも勝てえわ。こいつの接近だとどうなる？接近でも倒せるか。強すぎだろ、ちょっとこっちの舞台。アクアもな。こいつをここに置いておいて、置いておいての攻撃だな、そうすると。援護攻撃をしてくれるんで。ほい。どうかしら。じゃない。おりゃ。で、最後は火の花で倒すか。さあ、いらっしゃい。守りの薙刀。まわし。ありがとう。よし。殲滅完了。負けちゃったわね。ミカミックス、私を殺すの？カミラ姉さん、僕は。まったくもう。倒した敵を殺さないだなんて、やっぱりあなたは優しい子。それなのにどうして私たちを裏切ったの？なぜ白夜王国のために戦うの？姉さん。聞いてくれ。僕はガロン王に、かつての父上に騙されていたんだ。お父様に？うん。僕が城を出してもらえたのは、実の子として愛されていたからじゃない。白夜王国で自爆をさせるための駒として使うためだったんだ。そんな。城を出るときに渡された魔剣は白夜を滅ぼすための兵器だった。あの剣のせいで罪もない白夜の人々が犠牲になったんだ。残虐な野望で戦争を仕掛けたガロン王を王位から引きずり下ろさないと、民の犠牲は増えるばかりなんだ。そう、そうだったのね。本当何もしなかったのこいつ。アンヤ王国は、お父様はあなたにそんなひどいことを。ごめんなさいミカミックス、私そんなことも知らずに。お、なんだ。あ、近づくな。僕の姉をたぶらかすつもりか、忌まわしい白夜の王子。レオン。はあ、遅くなってごめんカミラ姉さん、ここからは僕が。ダメよレオン、攻撃はやめて。ミカミックスはやっぱり昔のままよ。この子は悪くないわ。だから殺すなんてダメ、絶対に。いいかい、カミラ姉さん。姉さんは優しいから騙されてるんだ。そいつは僕たちを裏切った敵だ。倒さなくちゃいけない敵なんだよ。そんな。姉さんはもう下がっていて、そんな傷で動いちゃいけない。あとは僕に任せてよ。あなたの本当の弟はこの僕だけだ。レオン、覚悟はいいね。ミカミックス、お前もお前の仲間もみんな消してやる。最初から何もなかったみたいにね。はあ。なんだ。ガサコン、ごつい兵士が来た。うわ。なんだ。マジでごつい。お前は。なんだ。貴様。まだハゲ生きてたのか。シバリエの陛下、レオン様を攻撃するとは何たる不敬。我ら王家直属の部隊が制裁を加えてくれる。たったこれだけの人数で俺たちに勝つ気か？よし。今だ。全員かかれ。
めっちゃ出てきた。任せな。こんな奴ら私たちにかかればちょろいもんよ。何？こいつら一体どこから？もしや反乱兵か？いかがいたしましょう、レオン様。ここで始末するには数が多すぎます。カミラ姉さんも深手を負っている。今日のところは引くしかない。ミカミックス、どこまでも悪運が強いな。だが次に会った時こそ必ず滅ぼしてやる。意外に元気だな、カミラ姉さん。レオン、カミラ姉さん。あいつら尻尾巻いて逃げちまったよ。王家直属部隊も大したことないね。早っ。ありがとうございます。おかげで助かりました。いいってことよ。私の名はクリムゾン。これでも腕には覚えがあるんでね。あの程度の人数を撃退するぐらい朝飯前だよ。僕は白夜王国のメカニックスと申します。でもあなたたちは暗夜王国の方ですよね。なのになぜ僕たちに味方をしてくれたんですか？ああ。私たちはずっと暗夜のやり方が気に入らなくてね。長い間反乱活動ってやつをしてるんだ。だから暗夜王国はいわば私たちの敵。暗夜を敵とみなす者ならたとえ白夜王国の者にでも協力してるんだよ。敵の敵は味方ってね。な、あんたもそう言ってたろ。いや、それ誰か村人が言ってたぞ。あなたはさっきの。助けていただいてありがとうございました。でもあのレオンと渡り合えるだなんて、あなたは一体。まったく。この戦いぶりを見てもわからないとはな。それでも人痘八頭の神に選ばれたものか。もしかしてあなたは。よく来てくれたミカミックス。やっぱり龍馬兄さん。やっぱりってなんだよ。分かってなかったじゃねえかよ。あ、ここで終わった。とりあえず龍馬が出てきましたね。仲間になるのかな。てかどん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 仲間になってくな。今何人いるんだ。レベルの低いやつはもう全然出してないですからね。レベル1のやつとかいるし。まあいいや。とりあえず、第13章ここで終了して、次回またやっていきたいと思います。